園田清光は、日本の政治家。熊本県下町式軍と与野村出身。元自由民主党所属の参議院議員、国土庁長官、受賛三国等。1919年10月6日、熊本県下町式軍と与野村にて、旧家の長男として出生。1936年法政大学入学。1940年に、徴兵。 福音後1947年と与野村農業、共同組合長を経て、熊本県議会議員に初当選、熊本県議会議員18年間県議会に在職。熊本県連幹事長、熊本県議会議長を歴任後、熊本選挙区北口流徳に伴う、第6回参議院議員通常選挙補欠選挙で初当選。農林水産委員会に11年10ヶ月在籍。 1970年2月から1971年1月にかけて農林水産委員長を務める。1972年7月第1次田中角栄内閣で農林政務次官1979年11月第2次太平内閣で国土庁長官を歴任した。また自由民主党内においては成長国土開発調査会北陸地方委員会委員長 成長天見振興委員会委員長、成長総合農政調査会副会長、国会対策委員会副委員長、精神農林水産部会長、精神郊外対策特別委員会委員長、政策審議会会長等を歴任。参議院議員として20年2ヶ月にわたり在籍し、農業の振興とそのための諸施策の拡充に重点を置いた。 著書に1974年1月出版の明日のある農業大衆の農政がある。ありがとうございます。